はい、今日はですね、願望実現のメカニズムについてお話ししていきたいと思います。ちょっとね、図を描きながらのが分かりやすいんで、このアングルで撮らせてもらいますけども、まあ、こうビジネスのノウハウとかね、テクニックとか、まあ、知識とか、まあ、そういうのを学ぶこと多いと思うんですけど、その根本の部分ですね、人生の攻略方法をしっかりと理解しておいたらですね、ビジネスもうまくいくので、もちろんビジネスだけじゃなくて、すべてがうまくいくので、どんなにそういうね、ビジネスとかマーケティングとかセールスとかね、そういうものを身につけても、そもそもの根本の部分が分かっていない、できていない、でマインドセットが整っていないとか、そういうところができていないと結局うまくいかないわけなので、今回はその願望実現、まあ、どういうメカニズムでなっているのかっていうのをお話していきます。で、これが分かると、自分はどこをですね、意識すればいいのかっていうのが見えてくると思うので、今からそれをですね、図を描きながら解説していきます。で、まず現実っていうものがありますよね。まあ今僕たちが見ているこの世界。で、人間誰しもですね、まあ理想があるわけですよね。まあ理想。その人の欲しい結果みたいなもの。まあ夢と言ってもいいかもしれないですけど、夢または理想ですね。で、この現実から夢または理想に行きたいと、強く願うわけです。で、それがですね、欲なんですね。で、欲ってこう、ネガティブに捉えられることって多いじゃないですか。あんまりいいもんじゃない。強欲とかっていうね、すごくマイナスなイメージを持つと思うんですけど、この夢と理想のね、現実と夢と理想にどれだけ行きたいかっていう、まあ強い気持ちを持っているのかっていうのがその後の成功を決めることなので、まあ欲を強く持つって大事なんですね。で、欲を強く持つためにはですね、まあ、これをこうどれだけ実現したいと思っているかってことですよ。ここが重要なんですね。だから結局ここの夢とか理想の部分がですね、大して実現したいと思ってなければ欲が強くならないんです。で、多くの場合ですね、ここにたどり着くことはできないのは欲が弱い、もしくはブレーキがかかってるから。この欲、まあ、いわゆるアクセルですけど、アクセルよりもブレーキがかかっているから、なんですね。まあ、これをシャットアウトする存在が、まあ、ブレーキとなってるわけですね。こう壁みたいな感じで、行動を止めるわけです。で、これがリミティングビリーフと。ミーティングビリーフですね。まあその制限思考というふうにね言ってもいいと思うんですけど、自分にはできるわけがないとかね、まあそういうような考え方、できる理由よりもできない理由を探すみたいな、そういうものがあるんですね。で、多くの場合この理想、夢とか理想を実現したいと思ってるけども欲が弱い、もしくはこのリミティングビリーフの方が強い、ブレーキの方が強いからたどり着くことはできないというわけですけど、これは何からできているかっていうと、まあ過去の失敗体験ですね。もしくは、恐怖です。こんなことやったらね、こんな目に遭うんじゃないかみたいな。そういうのがブレーキとなってね、人々の行動を制限するわけです。このリミティングビリーフっていうのを取り除いていかないといけないわけですけど、この欲をさらに強くするために必要なのがですね、信念なんですよね。ちょっと色変えようか。信念。まあ、簡単に言うと、私はできるってことですよ。で、ここの確信度がどれだけ強いかによって、ここね、夢に近づけるかどうかってのは決まると。で、欲があってここまで行きたいと、すごい強い思いがあったとしても、いや、無理だろうみたいなね。こっちのリミティングビリーフの方が強かったらいけないし、この私ができるって確信度が低かったらね。やっぱりこの欲をバックアップするみたいなイメージですね。後押しする、こう背中を押すみたいな、こう、イメージなんですけど、が、弱いと。だから、ここまでね、欲がたどり着くことできないというふうになるわけです。で、この信念っていうのは何を信じているかっていうところなんで、これが、信じた通りの結果を見せるんですね。だから、うまくいってると思えば、私はうまくいくと思えばうまくいくし、うまくいかないと思えばうまくいかなくなる。うまくいかなくなるような、それを、ね、正当化するようなものを見つけてくるわけですね。私は成功できるわけない、うまくいくわけない。なぜなら普通の人間だから。ね、例えばこういうのが苦手じゃないかとかね、
何をやってもダメじゃないかとか、私ができないのはなんかこうパソコンスキルがないからだとかね、こう人脈が恵まれてない家が貧乏だからとか、そういう、まあ、できない理由を探すんですね。だから何を信じているかによって見える、まあ、世界が変わるわけですけど、結局これなんですね。現実っていうのは全部そうなんですよ。信じた通りの結果っていうのは結局現実になるわけです。だから、例えば貯金が1000万あるっていうふうに考えるのか、貯金が1000万しかないっていうふうに考えるのか、それによってその事実は一緒でも、見え方が違うわけですね。現実イコールのあと事実ってことです。この事実をどう解釈するかによって現実ができるということです。で、これをまあ自分がどういうふうに信じているのか、自分自身に対してどういうふうに信じているのか、まあ、これがセルフイメージと呼ばれるものですけど、まあ、呼ばれるというかね、セルフイメージを作るわけですね。私はできると思っているセルフイメージなのか、もしくはできないと思っているのかみたいな。っていうところですね。まあ、さっきのこのできない理由を探すのをですね、まあ、コンファメーションバイアスっていうんですね。まあ、理由、正当化付けみたいな。コンファメーションバイアスっていうふうに呼んだりしますし、あとは、まあ、ね、本当はうまくいってるのに、うまくいってないんじゃないかみたいな。例えば10万円稼ぎましたと。それって結構ね、ゼロの人からしたらすごい。もともと稼げなかったからした自分からすごいのに、周りと比較して10万なんか大したことないって思うのは、それはそういう解釈をしてるからですけど、それをまあ、インポスターシンドロームっていうんですね。インポスター症候群と、日本語ではね、言ったりしますけど、インポスターシンドロームっていうふうに言われる。で、多くの場合、こういったものが、まあ、目標達成の邪魔をしているということなんですよね。だここをどこを手をつけるのかっていうのは大事なんですよ。欲が弱いのか。なんで欲が弱いかっていうと、まあ、夢とか理想がね、本当に実現したいと思ってないから。これはもうどうしてもやりたいことだったら欲って勝手に強くなるわけです。でも欲が勝手に強くなっていっても、ブレーキとかね、壁ができてしまうんですね。いや、でも自分にできるわけないだろうみたいなね。そんな大して何の取り柄もない自分にできるわけないだろうとか。失敗したらどうしようとか、ね、借金抱えたりとか、周りの人に馬鹿にされたらどうしようみたいな。まあそういうものが、この制限思考となって、この欲をね、邪魔するわけですけど、じゃあこれをさらに後押しするのは何かと、信念ですね。ここが弱いと、結局この壁にぶつかった時にそこで止まっちゃうわけですよ。でもここでさらに後ろからね、こう押すみたいなイメージですけど、ができると、この壁を越えていくことができるということです。なので、あとはこの物事の見方ですね。私はできると思うためにある程度確信度がいるって言いましたね。確信度ってどうやって持てるかってことですね。まあ多くの場合、その実感したら確信度って持てると思うんですよ。例えば稼げてますって、ね、自分は稼げてる人間だって思うためには稼いでるっていうその実感を持つことができれば、ね、確信度高まりますよね。自分は成功しているんだって思いたいんだったら、成功してるんだっていうその実感を感じることができれば、まあ、確信度ってのは高まるわけですね。じゃあどうするのかって話ですよ。で、これが、結局この現実のところにまあ関係してくるんですけど、見方を変えるんですよね。解釈って言ったじゃないですか。現実って。だから、成功の定義ですよ。成功って何ですかってことです。1000万稼ぐことなのか、1億円稼ぐことなのか、幸せになることなのか。まあ、幸せってもこう、かなり漠然とした定義なんで、何をもって幸せというかっていうのはね、まあ、はっきりとしてないですけど、まあ、なんかこう、じゃあ痩せることなのか、モテることなのかとかね、いろいろあるじゃないですか。何を成功と呼ぶのかってことですけど、はっきり言って、その、例えば1000万稼いだ、1億稼いだっていうのは、あくまでも他人との比較とか、そういったものでしかないと思うんですね。他人と比較しての成功っていうのは、まあ、上には上がいるんで、いつまで経っても成功にならないから、これをですね、過去の自分、過去の自分との比較にするんですね。だから、昨日できなかったこと、もしくは先週、去年とかできなかったことが今できるようになってるんだったら、もうそれは成功だと。これだったら自分は成功しているんだってこうね、感じるのってそんな難しくなくないですか？例えば、先週ね、勉強して、本当は先週の自分は知らなかったことを今知ってるとか。あ、じゃあ成功してるわけですよ。ね。過去の自分よりも今の自分の方が成長してるわけだから。成長イコール成功みたいな感じで、そことの比較だったらね、誰でも成功者になれると思うんです。やるべきことやっていればちゃんと誰でも成長はできるんで。
ここを、例えば、その他人と比較してね、周りの人が例えば年収1000万以上は成功者だって言ってるから、年収1000万に到達できてない自分は成功者じゃないんだって思ってしまうと、なかなかこの確信度ですね、実感を持つことができないわけです。で、実感を持つことができないってことは、結局のところ、この信念が強くなっていかない。私はできるんだっていうね、その信念が強くなっていかないということなので、まあ、どこの部分ね、自分が今足りてないのかっていうのを見て、大抵の場合この現実に引っ張られちゃうんですね、みんな。例えば、ね、私はお金持ちだってこう、まあ、いわゆるそのアフォーメーションとかするわけじゃないですか、成功者だって。でも銀行口座にはね、全然お金が入ってないってなると、なんでこんな自分がお金持ちなわけないとかね、成功者なわけないって現実に引っ張られちゃうんですよ。だからそういう風にすると、結局この信念が強くなっていかないし、ね、私はお金持ちじゃないっていう、こう信じた通りの結果になってしまうわけです。だ、そうならないために現実に引っ張られないって大事なんですけど、まあ本当にこういういろんな要素があるので、もうビジネス云々とかの問題じゃないですよ。そもそもここがしっかりしてないと、結局どんなに頑張ってね、そこそこ成果出しても、さっきのインポスターシンドロームじゃないですけど、せっかく成果がそれなりに出たのに、いや、私はうまくいってない、全然稼げてない、成功者じゃないんだって、いつまでも思ってたら、まあ成功なんかできないわけですね。なので、まあ、こういう仕組みをぜひ覚えておいてもらって、どういう形で、夢とか理想をね、実現することができるのか。多くの場合ですけど、まあ、夢とか理想がすごくぼんやりしてて、本当に実現したいっていう気持ちが強く働いてない。そもそも欲が弱いんですね。だから、なかなか結果が出ないっていうところが大きいかなと。あとは、まあ、このリミティングビリーフとか、自分の行動を制限するものが、まあ、非常に邪魔してる人っていう人も多いと思います。はい、以上がですね、夢、理想、願望を実現するための、プロセス、メカニズムの解説になります。